から相手の足を見るイメージでゆっくりさっきの行動に戻る。 OK、 足を出してこないと。シューコーチがここでボール止めたら相手は足出してこようって思う、思わない。でもここ届かないけどここでボール止めたら多分出されちゃう、もしかしたら触られちゃう可能性がある。止める場所はちょっと遠めね、止めたら足ついてから親指でボール下、そこまではゆっくり、ゆっくりゆっくり止めた瞬間からこちらのボール、そうフラッグスタンス逆、親指で触る感じでこっちの方に近い。 OK?オッケー。で親指でボール触ったら自分の体をこっちに。で足だけで一番ダメなのは自分の体が先にこっちに動かない。そしたら相手はどう思う？そう、自分の体は正面、足ついて左足で腰から切り返すと、モーションっていうのは動作ね、動作が大きくなってバレちゃうから、浮かしたまんま膝を閉じる感じでこっちまで来ます。 OK?、はい、OK ですか、はい、これを意識してやりましょう。はい、行こう。はい、スタッフマン、ゲット。今、振るの、いいね、振るの。これで、触る。おー、惜しい。振るの、でも最初ボール触る場所、まっすぐじゃなくて、ボール触る場所、まっすぐじゃなくて、このディフェンスのここに触る。で、動くじゃん、逆。OK? まっすぐじゃない。親指で触って、左足を同時にジャンプ。まったく、自分の体が右に行かないっていう話はしたよね。これ、行くよ。あともう一個。自分の体が逆に、こっちにちゃんと向いてても、この後に、今結構多いんだけど、右足がボールより前にこういう風には来ないようにする。要はまたいだ時にまたいだこの足を前にこうやってつかない。これすごい大事よ。 OK? はい、はい、じゃなくて見て、またいだこの足はここボールの横、こっから左足で足浮かしながらこういう動かし方。はい、一回、もう一回今日コーチだと音を見せて、最後いくよ。相手にゆっくりする、この瞬間にこっちにしよう。おお、はい、体、おお、はい、シュー行こう。あともうちょっと、ナイス、カイト。Oh!